こんにちは。ケイントツールクリタで動くステーブルディフュージョンのベータ版プラグインが公開されました。PC のローカルでもコラボでも両方対応しています。今回コラボで動作する方法を紹介します。まずクリタをダウンロードします。クリタのトップページのリンクを貼っておきますね。あと動画カットするときは効果音入れます。ダウンロードが終わったらファイルをダブルクリックしてインストールをします。このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?と表示されたら、はい、をクリックします。インストール画面が出たら、OK。NEXT。使用許諾契約の条項に同意する、未チェックを入れて、NEXT。NEXT。NEXT。はい、Agree。NEXT。インストール。NEXT。フィニッシュ。はい、クリタのインストールは完了しました。次はステーブルディフュージョンのプラグインをダウンロードします。SD、プラグイン、クリタ、ベータ、ZIP をクリックします。ここでクリタのアイコンを右クリックして、管理者として実行をクリックします。このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?と表示されたら、はい、をクリックします。管理者権限じゃないとコラボとの通信ができませんでした。なので必ず管理者権限で実行しましょう。おそらくローカル版も管理者権限が必要だと思います。メニューの、ツール、をクリックします。スクリプト、をクリック。インポート、Python、プラグイン。from, ファイルをクリック。先ほどダウンロードした ZIP ファイルを選択します。開く。事前に練習でインストールしたので、ここは表示が違います。でも、はい、しか押してないと思います。プラグインをインストールしたらクリタを一旦終了します。再度クリタのアイコンを右クリックして、管理者権限で実行します。右下に、ステーブル。ディフュージョンがあったらインストールできてます。新しいファイルを作ります。練習で絵を描くのでそのまま作成します。ここでコラボなどの設定をします。このコラボがプラグイン作者が作ったノートブックのリンクです。ここからはコラボの準備をしていきます。見やすくするために出力をすべて消去しています。やらなくても大丈夫です。ランタイムのランタイムのタイプを変更からハードウェアアクセラレータが GPU であることを確認します。あとは上から再生ボタンで実行していきます。他人の作ったノートブックの場合、警告が出ます。問題ないので、このまま実行をクリックします。このままだとモデル CKPT がないのでそこで停止すると思います。前に作ったイメージ2イメージの紹介動画です。テーブル。ディフュージョン。V1.4。オリジナルリポジトリの SD。V1.4。CKPT をダウンロードする方法を説明したので、まだ CKPT をダウンロードしてない人は見ていってくれると嬉しいです。リンク貼っておきますね。Google。ドライブの SD。V1.4。CKPT をモデル。CKPT にリネームします。マイドライブのすぐ下に CKPT を置きます。右クリックして、名前を変更をクリックします。モデル、CKPT と書き換えて、OK をクリックします。コラボのタブに戻ります。起動するまでの時間は全部合わせて3分ぐらいかかりましたね。他のセルの処理がまだ動いてる間に次に実行したいセルをクリックしてもちゃんと順番通り実行されます。次回からは上から順に全部実行でも大丈夫です。ようやくコラボのインストールが終わります。この URL をクリタの設定で使います。右クリックから、リンクのアドレスをコピー、しましょう。少しはぐれますがリンクをブラウザで開くと、このようにテキスト2イメージ、イメージ2イメージ、インペインティング、4倍に拡大などすべての機能が揃っています。ステーブルディフュージョンが公開されて2週間でものすごい開発速度です。
クリタを使わなくても十分遊べますね。あと言い忘れていましたが、コラボで GPU の使用には制限があります。 Google は条件を公開していなく需要と供給で変わるそうです。私の場合は2時間半ぐらい連続で使って制限を受けました。ネットの情報では12時間後に回復するそうです。ではクリタに戻りますね。ここ大事なポイントです。先ほどの URL をコピペすればいいのですが、最後にスラッシュがつくとエラーで通信できません。これはダメなパターンですね。レクスカアートというプロンプトを調べるサイトでプロンプトを手に入れます。リンクを貼っておきますね。今回このプロンプトを使っていきます。はい、この画面で右の四角をクリックして左の四角もクリックします。四角い選択範囲の中に画像が生成されます。 From テキストでテキスト to イメージを行います。赤枠にプロンプトをコピペします。設定を間違えていたので修正します。最後のスラッシュは削除します。 OK をクリックします。 From テキストで今度こそ画像生成します。 OK をクリックします。動いているかわからないのでコラボの画面を見に行きます。ちゃんと生成していますね。クリタの画面に戻ります。カーソルが読み込み中ですね。画像生成できました。気に入った画像をセレクトします。右にしました。この小さいモーダルウィンドウを閉じます。画像がレイヤーに追加されていますね。レイヤーがどんどん増えてしまうのでレイヤーを統合します。レイヤーを右クリックして下のレイヤーと統合します。何もしない場面が続くので操作に慣れてくるところまで飛ばします。まず選択から選択解除します。これで四角で選択できます。次にインペイントをやります。ダリのようなアウトペイントはまだないですね。四角で選択します。透明な領域がインペイントされます。設定はそのままで OK します。待ちます。アウトペイントのようにはならないですが、似た画像が生成されましたね。同じようにレイヤーは統合して減らします。統合したいレイヤーを複数選択して下のレイヤーと統合です。同様に選択解除もします。イメージトゥイメージするところまでスキップします。四角で選択します。大きさは 512×512 じゃなくても大丈夫だったので拡大縮小してくれるのだと思います。イメージトゥイメージは綺麗に仕上がりますね。全部紹介したのでお絵描きが終わるところまでスキップします。もう一つクリタの画像保管ツールが役に立ちます。インペイントと似た内容ですが細かい部分を修復してくれます。背景に人が現れたらこれで消しましょう。いろいろ継ぎ合わせてこんな感じになりました。アウトペイントが待ち遠しいです。コラボを終了させます。無料ユーザーは使ってないときは終了させましょう。 GPU の制限に引っかかってしまいます。これで終わりにします。ここまで見てくれてありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。またね。